よろしくお願いします。中村太一です。今日はですね、コラボ企画ということで将棋放浪記の藤森さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お邪魔します。はい、藤森さん、どんなチャンネルをやってるんですか？そうですね、将棋ウォーズをね、ずっとやってるんですけど、最近ですね、実写の将棋、将棋盤と駒を使った放送も徐々に始めまして、今回ね、中村太一さん、鈴木はじめさんとコラボということで。いや、ありがとうございます。嬉しいです。いつもね、わかりやすい解説の動画なんで、本当に楽しく見させてもらってます。ありがとうございます。ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、今回はですね。はい。何があるんですか？はい、実はですね、まあ最近、いつも太一先生に任されてると。いうことで、うん、もうちょっと私も悔しいんですよね。先生、アマ名人なんだからさ、貫禄見せなきゃな。そうなんですよ。いろいろやりましたね。ちょっとね、いいとこをね、見せたいんですよ、やっぱり。そりゃそうだ。ね。ということで、まぁ、今回私実は本を、はい、書いたんですけど。あ、これですね。はい。はい、こちらの本。何ていう本？右四間飛車、エルモ囲いという本を書きました。はい。はい、で、まぁ、ちょっとその中で、まぁ、かなり自分の中では自信のある形を、うん、持ってきて、まあそこでまあ太一先生をちょっとやっちゃおうかなっていう。そこの指定局面から、本に書いてある局面から、はい、差し出すね。それで、ね、まあちょっと、その局面自体がまあ少し私の方がかなり形勢がいい状態の局面なんですけど、まあそこからやったら、もしかしたら、ということで、うん、はい。それを藤森さんに見ていただいて、解説していただく。なるほど。そうですね。うん、なんか藤森先生のね、解説すごい面白くて。そうですね。いつも見てますね。じゃあ、はじめさんも、じゃあこの本を使えば、もう、プロにはね、勝てると。という、勝てると思ってます。そうしないとね、これ、皆さんで、これ本買った人たちが、おかしいってことになりますから。これすごいプレッシャーですけどね、はい。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はじめさんの著書を元とした指定局面対決をしようということですけど。はい。はい、で、まあ、最近いつも私負けてばっかりなんで、ちょっと、私がかなり優勢な局面から、はい、スタートしたいなと思っているんですけど。はい、やりましょうか。よろしくお願いします。はい、エルモ囲いの本ってことですね。あ、はい、そうですね。これなんですけど。はい。はい。右四間飛車、エルモ囲い。最近流行りのエルモ囲いで。はい。振り飛車を倒そうという本ですね。はい、そうです。はい。わかりました。ちょっと教えてください。どういう局面になるのか。じゃあ、ちょっと7六歩。はい。振り飛車先手ですね。はい、7六歩。で、3四歩。で、7五歩。7五歩。で、はい。2玉。で、6六歩。はい。ここに銀で7八飛車。はい、これ利子だけっぽくなりますね。はい。で、うん。で、6二玉。4八玉。はい、4八玉。あ、そうですね、4八玉。6三銀。はい。で、銀を上がって。で、なんかこの辺でこっそり端を歩をつくのが良いのではという。結構それが大事な一手なんだ。はい。いや、なんか、端歩結構ついてあった方が、なんか、結構うまくいくことが多いのかなと、はい、思ったので。で、振り飛車もつきますよね。はい、つきますよね。これね、はい、で、右四間飛車。はい、右四間飛車、エルモ囲いの、まず右四間飛車にしたわけですね、これでね。はい。はい。で、王様を引いて。はい、うん。で、金を。金を。はい。自然な感じで。自然な駒組みですね。うん。で、銀を。こうですか？はい。上がって。王様だったかな？はい。王様。あ、ちょあ、はい。なるほど。3一金って、これが、エルマゴが、学校行ったやつね。そうですね。はい。これが、この戦法のあれなんだ。で、6七銀と。これちょっとでもこれどういう利点があるんですか？あ、そうですね。なんかこれだと、ここに角を成られた時とかに、結構こう、また逃げるスペースができたりとか。こうだとちょっと金とかいきなり危ないけど。いきなり危ないんですけど、はい、なんか結構この連携がいいので、あとなんかこうやるとまたちょっと硬くなったりとか、また部屋ができるんで。なるほど。変幻自在だということで。そうですね。これ確かに船囲いこう、今までの囲いこうですよね、普通はね。そうですよね。これがこうなるっていうのが、あれなんですね。はい、なるほど。で、3一金。はい。で、3一金で、で、6七銀。はい。
で、まあ、歩を突いて、うん、まあ、同歩。同歩、はい。はい。もう戦いですか、これ。仕掛けたってことそうですね、はい、仕掛けて。まあ、ここで、ちょっといろいろあってんですけど、はい。なんかまあ、銀を出る形か、うん、あの、なんですかね、銀を出る形か角を成って同飛車に銀を出る形、うん、まあ、その2つがあるんですけど、はい、まあ、今回はあの角を成る形で、はい、まあ、ちょっと私がかなり自信ある形なるほど選ばせてください。はい、角交換同飛車ですね。で角交換して、うん、で銀を出て銀を出るとで叩いてあ、こうね。あ、はい。で、まあそうか、もう当然取ってくるわけですね。そうですね。同銀同飛車。同銀同飛車。で、角を打って。角を打つ。はい。飛車をなって。はい。で、まあ飛車をぶつけて。あ、はいはい。なんか振り飛車っぽい。はい。なんかこれ結構自然にこうなることも多いのかなと思うんですけど、で、まあ取って。はい。まあ同金、うん、飛車交換は結構振り飛車が有利になること多いですけど、そうですね、これはここでまあ次の手がまあこれが結構いい手なのではないでしょうかということをまあ こちらの本に書いたんですね。はい、書いて、これがはじめ流、はじめ流の必殺の一手と、はい、書いたんですけど、確かに、で、この、はい、飛車打ち、それを踏まえて、まあ、ここからはかなり自信があるんで。はじめさん、ここからなら、プロにも。そうですね、ここからなら、プロにでも。勝てますか？勝てますか？勝てます。あ、それは。そう。言うぐらい、あの、自信のある局面。あ、おすすめできる局面。おすすめできる局面。これを真似して、この局面になれば、誰にでも勝てるよという。そういう。ことにしていいですか？ちょっと待って。あ、でもこの飛車の狙いとこの現局面の解説ちょっとお願いします。どういう状況なのか。そうですね。このまあ6五飛車と打った局面で、まあ次にこう、例えばこう香車を取る手を狙われてたんですけど、はい、そうすると、まあこう金を取る手が、うん、ね、まあ結構厳しくて。いやー、エルモ囲いが生きてますね。これ金がここだもんね。ここだったらもう飛車で詰んじゃうところだけど、金になってるから硬いと。硬いんでっていう。で、まあ、飛車には、ま、銀で全部対応ができるようになってて、銀とか上がれるんで。それ金取ってるのが大きいってことですね。そうですね。はい、やっぱりお金が大事だよね、という。人生ね。はい、人生ね。で、そうか、でもこれが封じられちゃうと、こっちも歩切れだし。うん。で、まあ、金を寄るとか、なのかなと思うんですけど、うん、まあ、金寄ると、ま、歩を垂らして、まあ、ちょっと熱いのではないでしょうかと。なるほど。いうことなんですけど。じゃあ、ここからなら。ここからなら。はい。なら、プロに、勝てると。はい。相手が誰でも。相手が誰でも勝てる、と思って、本を書きました。ましたはい、それを受けて、太一先生、いかがですか？確かに厳しそうな声が、あるけれども、でもそう言われると逆に、なんとか逆転したいという気持ちも湧いてくるのが不思議なところです。じゃあ、ここから、対局してみましょうか。どういうことになるのかね。まあ、そうですね。優勢っていくらね、本で言われても、こっからどう勝ち切るのっていうふうな疑問を持つ、将棋ファンの人も多いと思うんで、ちょっとそこのお手本も示していただく意味で、ちょっと。そうですね。でも、なんかね、粘り方も、皆さん、ね、振り飛車の粘り方も、皆さん見たいでしょうから。はい。ちょっと封一枚もらえない。封一枚もらえないから。対局してみましょうか。ぜひ、じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。6号飛車取ってくるので、私の手番からですね。はい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、1手20秒で。はい。はい、よろしくお願いします。でも、これどうするんだろう、確かに。いや、この局面はかなり参ってるんじゃないかと思ったんですけど。ちょっと待って。はい、ということで、将棋ね。10秒1。始まりましたね。まだ話しながらね、やってますけれども。さあ、始まりましたね。さあ、でも香車取らないで受けるんでしょ、太一さん。ほら、受けたよ。さあ、皆さんね、今回ですね、この本を読めば、勝てると、鈴木はじめさんは、おっしゃいました。それがね、本当かどうかをね、これからね、この将棋見れば、皆さんね、わかりますから。見てください。これ9四角がね、正解手だそうです。ぜひね、こう、今最新のね、AI とかね、
いっぱいありますから、それ照らし合わせてみたらね、より深まりますから。鈴木はじめさんが言ってることが本当かどうか。これはちょっと。中村太一さんは受け切れるのかどうか、見ていただきたいと思います。この本のね、45ページ、必殺の6号車というね、これちょっとね、なかなかお見せできないんで、ちょっとそれが申し訳ないんですけど、この45ページ見るとですね、この将棋の真相がわかりますからね。さあ、6六飛車と合わせまして、同飛車と、しましたね。するんでしょうかね、こっから、ね。なんか話しながら、駆け引きしてるね、この人たちね。そっからが。同飛車、同角としまして、実は今、大地さんが言ったのは、6六同銀とやると、角のラインが通ってくるからっていう。いけるの？いや、本当はなんかちょっと飛車とかで追求するのを、喋りながらやりたいんだけど。なんか仲良さそうにやってますけど、もう駆け引き始まってんじゃないのこれ。これね、仲良さそうにやってるけどね、必死に読んでますからね、この最中ね。こう、プロはね、こっから駆け引きしてますから。ちょっと慌てる雰囲気を出したりして、6三飛車打ちましたね。これがやりたかったんです。きついと言ってますけどね。本当にきつがってるのかどうか。え？プレッシャーをかけて。5一金と寄ってね。まあ、これで、だけありがたいエルモ囲いでね。何だったんだ、プレッシャーかけてますけどね。いや、一応、もう攻めた全員さんはありがたいと。しようという6二歩が嫌だったよと。なんと全部土下座した方がいいんじゃなかったんじゃないのと、大地さん。なるほど。揺さぶりかけてますけど。10秒、1、2、3。さあ、8八角と引いてね。いや、これかなり粘り強いってですね。飛車の打ち込みも防いでますしね。7九飛車のね、打ち込み防いでるのがね、大きいですよね、これね。しっかりやるぞ。さあ、8四歩となってるけど、これ早くも変調なんじゃないか、これ。そんなの本にあったかな？八四歩書いてないけどね。おかしいな。本には書いてない手が出ました。はじめさんどうなんだろう。すいません。誰かこの本に詳しい方いませんか？おかしいですね。今ちょっと本にない手が出て、ちょっとね、この本見ながらだったら解説できるって聞いたんですけど、書いてない手が出て、八五歩。ちょっとこれふーんって感じですけどね。太一さんふーんって言ってますけど。まあね、将棋はね、なんやかんや言ってね、勝つの大変なんですよね。で特にね、中村太一さんは、見た目とても爽やかなんですけれども、もう一つのね、顔とね、粘りのね、泥沼流の粘りの側面がね、ある棋士で。いや、ちょっと。なかなかね、最後、押し切るのがね、太一さんね、大変なんですよね。何書くと言いたい。え、これ、はじめさん、これ、予定なのかな？やり直してますけどね。まあ、これは7二角として、まあ、先手の玉頭を狙ったりする手ではあるんですけど、また8二竜とかね、まあ、潜り込む手がありますから、7四歩とね、しましたね。まあ、先手はですね、持ち駒が1枚もなくって、まあ、歩とか入るとですね、またうまく使いやすくなってくるので、ちょっと歩を補充して、手を広げようということですね。悪いのかなっていう。確かにちょっと悪いのかな。一分持ってますからね。いや、そうなんだよね。まだ喋ってますけど、なんか、悪いのかなーって。駆け引きしてますけどね、どうなんでしょうか。さあ、8二竜入りましたね。まあ、これで角取りにしながら、まあ、あわよけば、桂馬とか香車をね、取る狙いがあります。まあ、当然ながらね、この5四角が切り返しで、強者ぐらい、まあ、9一竜と強者を取ると8七角成と馬を作って戦おうということですね。いや、でも取りたいからね、取りますね。まあ、ただですね、これはじめさんの方が歩が多いですから、まあ、8七角成とか、もうちょっと歩を蓄えて、そうですね、この端歩行きたいですね。まあ、美濃囲いからするとですね、この端歩の攻めっていうのは常に気になる筋で、まあ、同歩と取るとね、まあ、一筋歩を連打して、2五銀とやって香車を捕まえる手とか、まあ、ちょっと今やりにくいですけどね、2五桂と跳ねる手があるので、まあ、これに託したということですね。はい、取りましたね。
さあ、これからどうやって恥攻めるか。はい、ですけどね。まあ簡単にはなかなか攻めきれないということで、ちょっと右に行ったら左に行って、ちょっと散らしながら戦っています。ちょっとはじめさんの方もね、瞑想気味ですかとかね、言いながらやってますけどね。優勢を意識してるのか。局面はね、そんなに質問。まあさすがに本に書いてあったんだから後手がいいと思うんですけど、ちょっとこの局面まで来るとは自信がないんですけど。っていうか、ちょっとなん、パッと見ではわからないですね。もうね、これはもう自信ないとか言ってますけどね。そして何とかしないと。本の揺れ、売れ行きに。関わる。うん。いや、これ。プレッシャーかけて。著者なんだからね、これ何とかしないとね、本の売れ行きが。うわぁ、ちょっと。一回は。いやいやいや、取る取る取る。これ、桂馬跳ねたいんですけど。さあ、これ歩が4枚ありますからね。どのタイムで取って時間詰めしてますけど、タイツさん。10秒1、2。さあ、歩があるので、まあ、パッと見は1七歩と打って、とりあえず置いとこう。はい。で、そうですね、同桂と取ると1六歩でね、桂馬が取れるので、同香ですね。で、7九飛車はね、ちょっとね、こう、工夫しながらね、テクニックを使いながら攻めています。まあ、2五桂とね、跳ねたくなるんですけど、3三香とかね、1一角成がありますから、うわぁ、ちょっと右から左からと攻めてるぞ、これ。どうするか、ここだ。うわぁって言ってますけど、これ結構いい手です。はい、香車のね、逃げ道も作っていて、攻めてきた端をね、逆襲しようということですね。この局面は、ここの本には、書いてないですね。もう、この本書いてないのにもう終わりました。ここから自力の戦いに、はい、なっていきます。さあ、8九飛車成として、警報重したけど、1三歩成で、さあ、エルモ囲いって端ちょっと弱点なんじゃないのかな ?1 三歩成でと金が迫ってきてるけど、大丈夫ですかね、これね。タイチさん、こっから強いですからね。ねじり合ったらタイチ。本領発揮ですよ、これは、タイツさんの。さあ、1六歩とね、打って、まあ、これ、香取りなので、同香と取ることになると思うんですけど、その時に、取った桂馬をね、2四桂と打つとか、まあ、2五銀と打ったりして、香を狙う手があります。さあ、中村太一さんはね、すごい終盤粘り強いっていうね、お話ししたんですけれども、はじめちゃんもですね、粘り強い差し回しがですね、得意なので、こっからね、どうなるかね、皆さん見ていただきたいと思います。これね、エルモ囲いなんでね、3一金と言ってるのがポイントでね、どっかでね、まあ2二の地点も強いし、4一玉と引くとね、またもう一息戦えるんで、結構ね、深いですよね。このね、あ、んとかね、言ってるのがね、今の公式戦がなかなかない。倒せそうなところ。ちょっとね。エルモ囲いだからな。エルモ囲い硬いの分かったって。いやー、しかない。そうなんですよ。エルモ囲いはね、硬いんですよ。強者繋ぎましたけどね。はい。そこがいいところ。まあ、もし取られても同強で。見せできてるかどうか。身の囲いがなかなか。そんな手狙ってたのね。硬いですね。そんな手狙ってたんだ。Yeah. ちょっとやっぱ人生保険かけてきてるんで大丈夫です。保険かけてるらしいですね。結構ね、はじめちゃん保険かけた指し方うまいですからね。はい、6三歩とね、中段に受けてきたんですけど、同香でどれぐらい効果があるか何とも言えないですね。まあ、先手はですね、うまく戦ってどっかで6九歩とね、金底の歩って伸ばしたいですけど、この強者があるからちょっと厄介ですね。まあ8四角と出るか、まあ場合によってはもう。どうすればいいんだこれ。あ、8四角出ましたね。まあこれで5一の金を、次5一角成と取れば、後手玉が寄り筋になります。だから6七香成といって5一角成は、ちょっと先手が勝ちに見えますけどね。自信がない。ただね、6二歩と打って、まあそんな簡単にこう負けるタイプではね、はじめさんないので。まあ、一回はしょうがないですか。
逆転されちゃったよって言ってますけどね。そうですね。あ、6六歩受けましたね。いやー、でもあんまり、まあ、本当は6九に打ってね、飛車を、相手の竜を止めたいところだったんですけど、6六歩とね、上から受けました。いやー、そんなに自信があるわけじゃないです。あ、これはいい手ですね、7七と。これはいい手。そっかー、それいい手か。と金はタダで取られちゃうんですけど、先手の角が動いた時に竜取れるようにねなってますからね。さあ、これ焦ると思う。太一さんどうするんだろう。まあ取るか、さすがにね取るしかないか。ただこれでまあ先手の角と先手の竜が後手のね竜によって釘付けに今なってますから、後手としてはここでなんかやりたい。なんかないの？なんかないの？ちょっと瞑想で。いや、しげ、ちょっと自信なさげに。自信なさげに K ジャンプしましたけど、どれぐらい効いてるかですね。まあ、5七になり込む狙いがね、ありますけど、さあ、これでどうなっているか。あー。タイツさん、駒の使い方がやっぱり上手いというかね、綺麗ですね。銀を引いて5七の地点を防ぎながら4九の金にも紐をつけているということで一石二鳥ですね。いや、これ困ったんじゃない？困ってる困ってる困ってますけど、まあ香車拾ったんですけど、まあ角取りは釘付けからは解放されましたね。いや、でも結構狙ってるかもこれ。いや、わかんないよ。さあ、1二歩と打って、これで、まあ、後手の香車はもう時間の問題ですけど、これただ次、香車取るだけなんで、この瞬間チャンスじゃない？ひと目4八香とか打ったらどうなんだろう。いや、それがね、身の崩しの。香打つでしょ、ちゃん。香本のような、まあ。打つでしょ。まさに。いやいやいや。ほら、打った打った、そこ。ありがとうございます。それがね、すごい手ですよ。身の崩しよ、これが。はっきり、いい手です、これは。さあ、これ、太一さんどう応じる？これも、これいい手な感じの手ではあるんだけど。いや、これはいい手ですよ。さあ、これでどう受ける？怖いよ、これ。なんだ。おー、へー。ここに桂を打って。さあ、これでもエルモ囲いは、2、3なられても4、1玉のスペースありますからね。だから、まだまだ、金取れるから。いや、これ分からなくなったんじゃないですか？そう、元気取り戻したでしょ、これ。そう。4九香なって、まあ、先手も2三桂成行くけど、4一玉と引けますからね。さあ、ここでどうするかですね。まあ、普通は5七桂成らずとかだと、だけど、ちょっと遠い印象があるので、まあ、3七桂成とかが効くかどうかみたいな局面だけど、まあ、1七歩とかもあるかな。これどうか。ならず。あ、行った !3 七桂行きましたね。もうさあ、これでどうか。ただでね、捨てる系ですけど。さあ、どうなの？同銀は4九竜があるから、それ以外の駒で取らないとまずいですね。ただ、王様で取るのも危ないよ。はい、桂で取りましたね。さあ、この瞬間ですね、まあ、後手の角が、5四角が通ってきたので、3六銀とか、2六銀とか、1七歩とか、なんかないのこれ。なんかないの？なんかないの？地球銀行きました。さあ、これを玉は下段に落とせてね、技をかけに行きましたね。同玉の瞬間に、2七角成とか、4九竜同銀2七角成とかやって、勝負しようということです。ただ、エルモ囲いの深さは、ここのページ、今どこ書いてある？どこかな？これ書いてない。これ今日、これ取ったっすね。で、1七金取って、そうか、1七金か。これが4九竜、同銀に1八銀の詰めろですからね。あ、これは参考になる。しかも金がないから。受けづらいですね。おぉ、まだ受けれんのか、これ。今ね、変えて2九銀打ちとかだと、1八歩と1回打ってから4九竜でね、詰みの筋がありました。2九玉ね、ギリギリの受けですね。
さあ、2七角成と、追い込んできて、これ同銀は4九竜で詰みだし、3九玉と逃げるのも結構2八金から危ないように見えますけども、酔いましたね。いや、こういったね、結構ギリギリのところでのしのぎというのがですね、太一さん、絶品ですからね。こう、見切りというかね、ギリギリのところをこう、すり抜けるというか、持ちこたえる技術は、太一さんね、やはりすごいですから。いや、ただ2八金とやってね。さあ、問題はですね、まあ先手も危ないんだけど、後手玉もどれくらい危ないかっていうのが、ポイントです。いや、これ受かってんのか、これ。見えないとね、嘆いてますけれども。4八玉で結構しぶといかもしれない。いや、太一玉が生命力高い。いや、これは嫌ですけどね。3八金取りましたね。同銀となって、王様と銀に対して竜と馬でね、結構追い込んできてますけれども、いや、めちゃめちゃ危ないけど、持ちこたえてんのか、これ。詰まされちゃうんでしょうか、私は。同銀ですね。ここで銀1枚で追い込める手があるかどうか。10秒、1、2。私の王様は詰むんでしょうかと問いかけてますけれどもね。太一さん黙ってるんですよね。これ黙ったらやばいですよ、これ。プレッシャーかけてきて。黙った時は、そうやって。やばい。口に勝とうとしてるな。ほら、太一さんね、これ今黙ってね、黙ってるんですけど、この間読んでますからね、プロは怖い。あー、いや、どっちか分かんなかった。聞いた方がよかったんだけど。まあ、どっちか分からなかったというのは、3九玉とかもあったってことなんでしょうね。さあ、3八馬と取って、さあ、これで先手の王様もかなり追い込まれております。この瞬間、金、銀、桂香と持って、後手玉、エルもどれぐらい持ちこたえられるんだ、これ。詰みでしょうか。いやー、いや、この桂の成り方は結構、これ余裕あるな、これ。この矢は結構自信ある矢だな。これ勝ったと思ってるな、太一さん。いやー、実はそっちが取らない。実は、実を言うと。いやこれ今、今、後手玉がですね、金銀桂距離。いきなり詰む筋も、まあ、ちょっとあったような気もするんですけど、三人歩でね、もうこれ、太一さんは自分の王様が詰まないと言ってるんですよね。いや、ギリギリの見切りですね。結構これ危ないから、もう詰んだって思っちゃう人多いんですよね、見ててね。まあ見てる方もね、これ先手玉もう詰んでてもおかしくないって思っちゃうんですけど、これがギリギリ詰まないっていうのがですね、そこが一目でわかるところが、やっぱりね、強いですよね。ひえー。さあ、6七玉と上がってね、4九馬とか、まだ追跡者がいるので、結構危ないように見えるんですけど、大丈夫と。さすがの見切りですね。さあ、これさすがのはじめさんも、手段がないか？さあ、6八銀成とね、まあ追いかけていきましたね。7六玉と上に逃げると8五銀で詰んでしまうので、5六玉と上に逃げる、右側に逃げる。その時に、さあ、後手に何か技があるかどうか。で、先手はですね、次3一歩成が金を取りながらね、王手で持ち駒増えていくので、まあすごい厳しいです。時間があれば7七竜をね、金補充したいんですけど、それが回るかどうか、おお、そっちか。これ、角取って非常手段というね、感じがします。角と銀で先手玉がどれぐらい危ないか、なんとも言えないけど、まあ、5五銀とね、嘘、同玉3七馬みたいな筋で、危ないなぁ。嘘でしょ許してくださいよ。許してくださいよ。嘘でしょこれ、ほんとかよ。さあ、これがね、待たせてくださいよ。嘘でしょこれ。さあ、二人とも許してくれと言ってますけれども。何、何、何、これ。待ってくれよ。いや、結構5人玉、HP 結構高いよ、これ。
生命力強いっすね。いや、竜取れるところをあえて7一竜とやるのがね、ひげ、これがいい手なんですね。まあ普通は8四竜とね、竜取りたくなっちゃうんですけど、そうすると後手玉が一瞬こう、詰めろじゃなくなる瞬間があるという読みなんですね。時間が欲しい。これ結構ね、喋りながらやってますけど、めちゃくちゃいい将棋ですよ、これ。いやー、時間が欲しいよ、これ。さあ、5五銀と打ってね、取ったら3七馬で王手だったんですけど、4五玉から、これあわよくば3四玉で、2四玉みたいなルートがあるということなんですね。いや、これは太一さんの泥沼流が、炸裂したんじゃないですか？2七馬とね、まだね、諦めてない感じがね、します。まあ、結構ね、こういったところからね、逆転するパターンもね、はじめ将棋多いですからね。まだ狙ってますね。もう行きましたね、3四玉行った。ただこれは、まあ1六馬と香車を取りながら王手もできるので、まあ一瞬怖く見えちゃうんですけど、まあ大丈夫という読みですね。あ、その手もあったんですね。7五歩とついて、竜の横利きで王手しています。あ、竜生きてるんですね。さあ、黙ってきたということは、終局が近いのか、何か盤上で起きているのか。さあ、7四歩がね、7一竜がすごいいい手だったんじゃないですか、これ。7一竜が7四歩も残して、後手局には今4一銀からね、同金、同竜の詰めろが、かかっています。先手局が寄るかどうかが注目です。いや、でもこれ2五歩で、いや、これ深いか。太一さんの王様が。10秒、1、2、3、4。太一玉が、寄らない。すごい技が来たなぁ。非常手段ですね、ライオン竜。これ思わず笑いが来たなぁって感じですけどね。同竜と竜はタダで取られちゃうんだけど、そうすると、銀が1枚しかないから、後手玉が詰めろじゃないと、詰めろから外れるということなんですね。結構秒読みでこれやられたらね、結構焦りますよね。はい、冷静に同竜としたんですけど、これで後手玉は微妙に詰めろが外れた。外れてるので、1五馬と引いたということですね。まあ、次3三歩から先手玉。猛烈に危ないから、これちょっと怖いですよ。ですね、これは。おー、と金使って。いや。いやーだね、これ。やめてくださいよ。いや、私はもう許してくださいよ。ただ受けるんじゃなくて、検証結果だったんじゃないですか。4人から、後手玉詰めろになった可能性がある。検証結果だったんじゃないんですか。さあ、これで果たして、この本の売れ行きどうなるのか、これ。いやー、硬い。これ3一香がね、また技を出したんですけど、同とだったら3三歩と打てたんですけどね、敵の打ちたいところに打てということで、これは、先手の玉が、不死身になったんじゃないか？4四銀とやってね、最後のお願いというね、感じです。デイギタラ、デイギタラしくするっていう、ね。先手の持ち駒、下、金、銀と。デイギタラしくするっていう。あの銀がね、あの銀が取れますからね。さあ、二人がね、いろいろ交渉してますけどね、交渉決裂です。4二と同金となって、はい、これも取るしかないんですが、いやー、駒多いですね。いや、さすがの差し増しでしたね。いや、お二人とも、なるほど。かなりいい将棋を。この作戦は、本当に非常に優秀な作戦で来ました。検証結果も、解消できるということで。解消できる。いや、でも、ね、粘りがやっぱり全然違いましたね。いや。でもなんか、ちょっと、序盤が間違えました。なんか、金寄らない方が良かったですか？あ、そうそう、なんかね、飛車打ったところで、
歩垂れて、まあちょっとそこだけせっかくだから、ちょっと軽く行きましょう、はい。ちょっとだけ、静香さんも。そうですね。いや、ちょっとね、さっき告知に金寄るの硬いんだよって言っちゃったんで。なるほどね。はい。ちょっとサービスでね、やってくれたり。いやちょっと寄っちゃったんですけど、ペコちゃんでしたか？あ、そうそうそう。いやでもこれ、角もいいラインですね。いや、そうなんですよ。ここに角打つのが自慢の一手で、うん、まあ、これもね、あの、本に書いてあるんで。なるほど。ぜひ、うん、はい。でも知らないと打てないかもね、この角ね。そう、知らないとちょっと打ちにくいですよね。これで、ね、あ、こうか、はい。いや、そう、歩打たれたらやっぱきつかったですね。あ、そうか、こうやって打つんでしたか。で、なるぐらいしかないと思うんですけど。はい、でも、飛車打って。これ銀引けないもんね、取られちゃうでしょ。で、次にこう取って取って銀とかの感じですか。ああ、これも取れるし。うん。そっか、これだったら、うん、もう、きついね、これね。本の良さを伝えることができたのに。あと少しですね。ちょっと次回また別の指定局で。そうですね、またね、今度は。でも、あの、でも、超硬かった。だって普通の船箱やってたら一瞬で寄ってたはずだったのよ。うん、ずっと何 Z っていうかこう絶対つまんない局面がね続いてたもん、ね、そうなんですよ、うん、いやだから素晴らしい本なんで、うん、いや非常によくわかります非常によくぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということで対局が終わりまして、検証結果は、指定局面からならプロにも解消できるということですね、はじめさんね。いや、やっぱプロはね、強かったっていうことなんですけど、でもまあ、なかなか有力な作戦だったんじゃないですか。いや、本当に厳しかったです。あの、はい、飛車と角のコンビネーションとか、歩切れを突かれたりとか、エルモ囲い、本当、硬かったですね。いや、そうなんですよ、うん。それをもう皆さんにお伝えしたくて、うん、はい。ちょっと体を張ったんですけど、はい、大丈夫ですか、うん、これやることによってお二人の中チャンネルのあれ空気悪くなったりしますか。いやいやいや、ちょっとね最近ちょっと1回ぐらいなんか勝たしてほしいんですよね。ギクシャクしないですか、大丈夫ですか。いやもう結構今ギクシャクしてる。いやでも、はい、次はちょっともう一回何かリベンジをまた考えて、また藤森先生にも来ていただきたいなと思っていますので、はい、藤森さんのチャンネルもぜひ最後に。あ、僕のチャンネルもですね、はい、将棋いっぱいやってますので、あの見て楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで今回は我々2人が対局したものを藤森さんに解説していただきました。楽しんでいただけましたでしょうか。高評価と、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。